実はですね、自信がない人の方が、自分に自信がない人の方がはるかに人生うまくいくよっていうですね、ことをですね立証してくれたっていうですね面白い例と研究なんですよ。で、特に自信がない人とか内向的な人ってですね、いわゆるこう現実を直視していろんな対策とか戦略を打ってですねやっていく能力が非常に高いっていうふうに言われてるので、起業にはめちゃくちゃ向いてるんですよ。だから断言します、内向的なら、自分に自信がないなら、あ、じゃあ起業すればいいじゃんっていうですねお話ですね。はい、詳しく説明していきたいと思います。実はですね、自信と能力って無関係なんですよ、ほとんど。どういうことを説明しますね。で、実際ですね、研究によると、自信がある人ってじゃあ能力があるのかっていうとですね、実はですね、この自信と能力の相関って 0.3 ぐらいでほぼ無関係なんですよ。だから自信があるからといって能力が高いってわけじゃないし、逆に言うと自信がないからといって自分に能力がないわけじゃ全然ないんですよ。で、さらにですね、人間はこの自信によって自分をですね、客観的に見ようっていうふうにですね、そういう愚かな性質があるわけですね。例えば自分は頭の良さには自信がないから、性格の良さには自信がないから、見た目の良さには自信がないからっていうふうに思うんですけど、これ自分のですね、自信ってどれぐらい当てになるのかってことをですね調べた面白い研究もあって、なんとですね、コイン投げで決めるのと同じぐらいのレベルでしか自分のことをですね自信によって把握することはできないんですよ。例えば、俺結構イケメンだからとか、自分の顔に自信あるからって思う人よくいますけど、で、こういう自分の顔に自信があるっていうふうにですね答えた人たちのですねを調べたところですね、実際にその自信があるって言ってる人たちが周りから見た時にイケメンだと思われてる確率はですね、なんとですね 50% でした。だからコイン投げの確率は変わらなかったわけですね。で、この傾向ってすごくて、頭の良さとかですね、性格の良さ、こういうのもですね全く同じ結果が出るんですよ。だから自分が自信がなくて能力がないとか、友達が少ないとか、外交的じゃないというふうに思ってる人結構いると思うんですけど、こういう人たちって、実は自分のことを客観的に見れてるわけじゃないんですよ。特に自信がある人たちほどですね、このですね、判定を見誤るってことが分かってるんですよ。要するに自信があるってどういうことかっていうと、自分のことをですね、現実をですね、都合よくねじ曲げる能力が高いっていう、ただそれだけなんですよ。だから自信なんかなくてもいいぜって話なんですよね。そう。じゃあ逆に自信がない人にはメリットあるのかってですね、メリットありありなんです、自信がない人には。だから僕が今日、自信がない人こそ起業せよって言ってるんですね。まさにこれなんですけど、なぜかっていうと、自信がない人ほど現実を直視する能力が高くて、さらに他人の意見をですね客観的に取り入れるため、能力の向上するスピードっていうのは高いんです。だから自信がある人とない人が素人レベルから例えば何かを勉強して新しいことをしようと思った場合には、自信満々な人よりも自信がない人の方が当然学ぶわけですよ。さらに自分に自信がないから周りをちゃんと観察して自分を客観的に見る現実を直視する能力も高いわけですよ。だから自信が高い人よりも起業し始めた時には向いてるんですよ。つまり新しいことを学んで挑戦して進んでいかなくちゃいけない、現実を見てですね自分の行き先を決めなくちゃいけないっていうドライな視点も持っていかないといけないのがやっぱり起業なんで、そういう意味で言うとですね、自信がない人の方が起業には向いてるわけですね。すごいですよね。だからね、やっぱりリスクを取ることがですね起業家っていうふうに言われて、こうね、外交的でリスクが大好きな起業家の方がですね成功するみたいなふうに言われがちですけど、実際はですね起業家ってリスク嫌いなんですよ。無駄なリスクを嫌って、でなるべく取らなくていいリスクをですね削ってって、最終的にここだけ取らなくちゃいけないってそこだけを最小限のですね労力で取る、これが起業家なわけですよね。だからまあ内向的な人はぜひですね勉強だけでもしてみるといいと思います。僕も最初やっぱり企業とか投資とかの勉強をちょっとだけしてみて、これなら自分もいけんじゃねって思ってちっちゃく試して始めたってことがすごく重要なんで、ぜひですねやらないよりはやった後悔ですから。で、この後悔も内向的な人とか自分に自信がない人は自分の全財産をビジネスに突っ込んだり絶対皆さんしないですよね、しないと思うんで、失敗したところでたかが知れてるんですよ、リスクっていうのは。だからぜひ皆さんもですねそういう考え方を持ってチャレンジしてみてください。概要欄とコメント欄から D ラボとオーディオブックが無料体験できます。ぜひチェックしてみてください。それではバイバーイ。